去年全国でストーカー規制法に基づく付きまといなどの禁止命令が出されたのは1963件で、過去最多を更新したことが分かりました。警察庁によりますと、去年ストーカー事案で相談があった件数は前の年から712件増えて 19,843 件となりました。また、ストーカー行為を繰り返す加害者に対して付きまといなどを禁じる禁止命令が出されたのは1963件で、過去最多となったことも分かりました。ストーカー規制法が改正されて以降、2017年からは毎年最多を更新し続けています。ストーカーが関連した刑法犯の検挙は1708件で、このうち殺人未遂での検挙が18件、傷害が100件、暴行が146件でした。